皆さんこんにちは、エルザです。今回はトラストのメインは縦と横どっちがいいのかについての解説となります。トライストリーガーを使っていると縦打ちと横打ちの扱いやすさって違いが出てきますよね。単純に相手に当てるなら横打ちの方が当てやすいですし、近くを狙うなら縦打ちっていうような感じで様々です。僕自身も縦打ちが苦手なこともあったので横打ちを多用していた経験っていうのがあります。ですが使用頻度の違いで大きな差が出てくるなっていうのがありました。今回はその経験をもとに縦打ちと横打ちを軸にした時のメリットなどについて解説をしていきたいと思います。また本題に入る前ですが、このチャンネルはゲームの解説と実況を随時投稿しています。応援してくれる方はチャンネル登録と高評価してくれると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。それでは個人的な経験を踏まえて話していきたいと思いますが、縦打ちの方が主軸で使うには最適です。というのもよく狙う当たり判定と意識したい当て感に依存するからですね。まず当たり判定についてですが、縦と横ではそれぞれ難易度が変わります。縦の場合はイカちゃんの真ん中を狙えば当たります。横の場合はイカちゃんにぴったり当てないと外れます。もちろん縦の方もシビアなのですが、そのシビア度合いが横打ちの方が難易度高めという点があるからですね。この当たり判定が実は対面する上でかさ当たりになる原因だったりするので難しいというところがあります。また対面するときに狙う相手というのは人状態が多いと思います。壁裏や対面中などですね。これを一角で打ち落とすという確率を上げていこうとすると、横打ちの方が難易度が高いので縦打ちがいいとなるわけです。壁際にいる相手に対して縦打ちをした方が有効ですよね。そういう感じです。またトラストは初段当てが非常に大事です。初段の位置確率を上げつつしっかり削るなら縦打ちの方が何かと先制に適しているんですよね。正直横打ちから縦打ちに切り替えて当たれるようになってから弓として対面性能が上がったように感じます。上位勢の動画を見ても縦打ちというのはしっかり使っていますから結構大事な要素だと思いますね。縦打ちばかり褒めていますが、横打ちも実は状況によってはかなり有効となります。まずイカ移動中の相手に関しては縦よりも横打ちの方が当たりやすくなっています。というのもイカの判定がでかくなるからですね。また壁裏に関しても相手がいるのが分かっていれば横打ちの方が広範囲に攻撃を当てることが可能です。ジャンプをしない分隙を作りませんし、壁裏から局所で応戦ができます。特にゴンズイ地区のこの位置などは敵が壁にべったりひっついていることが多いので、ジャンプせずとも当てることが可能です。角度を安定して打てば同じ感覚で局所も狙えるのでとても便利なんですよね。また敵が高台から降りてきた時やジェットパックの時なども縦よりも当てやすくなっています。ちょっと横に広いなと思いますね。横に広い判定の行動を理解していると横打ちの方が強いこともありますので、まずは空中にいることを覚えておきましょう。最後にですが、主軸としての話としては縦打ちに軍配が上がりますが、対面という面では両方必須となってきます。対面といっても必ず相手との距離が一定以上離れているわけではありませんからね。接近戦とかになれば横打ちで細かく狙う方が強かったりもします。距離が近い敵というのは二階堂を多用する可能性があるので横打ちの方が効果があったりしますからね。逆に射程が取れていた場合、縦打ちの方が効率よくダメージを稼ぐこともあります。あくまで主軸という点を今回話をしてきましたが、主軸イコール初段当てという認識で今回を紹介をしています。てかこっちの方がいいかなと思いますね。主軸ということは自然と割合が増えますし、割合が増えて反映されるのは初段の部分ですからね。このことをイメージした上で今回主軸のおすすめを考えてもらえるといいのかなと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。